キンプリ・キングプリンスのシングルで一番かっこいいと思う曲ランキング。2位はマジックタッチ。1位はご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ネトラボ調査隊では4月27日から5月4日までの間、キンプリ・キングプリンスのシングルでかっこいいと思う曲はどれ というアンケートを実施していました。2018年にシンデレラガールで CD デビューしたキングプリンス。ジャニーズ事務所に所属するアイドルグループの中でも、とりわけダンスのスキルが高く、新曲を発表する旅話題になっています。 CD デビュー5周年の記念日の前日に平野潮さん、岸優太さん、神宮寺優太さんが卒業し、以降は長瀬恋さんと橋海人さんの二人で活動する予定ですが、キングプリンスへの奇跡はファンの間で語り継がれるでしょう。今回の投票ではキングプリンスへのシングル16曲を選択肢に用意したところ、2597票もの投票をいただきました。 ありがとうございます。それでは、早速結果を見ていきましょう。丸第2位、マジックタッチ第2位は、マジックタッチ。得票数は447票と、全体の17.2%の票を獲得して第2位にランクインしました。マジックタッチは2021年に発売された7枚目のシングル。 特設サイトで少しずつ BGM を公開することで発売前から注目を集めていました。ダンスをテーマに制作された同曲は前編英語の歌詞を載せたかっこいいヒックスホップナンバー。大人のセクシーな恋模様が表現されていてキラキラした王子様のようなアイドルというキングプリンスへのイメージを一新するきっかけとなりました。 また、YouTube で公開されたダンスプラクティス動画では威発取りに挑戦。メンバー全員が高度な振り付けをしっかり揃え、圧巻のパフォーマンスを披露しています。コメント欄では、ダンスプラクティス動画を見たのですが、ジャニーズでこんなに踊りが上手い人がいるのかと驚いて、そこからずっと見ています。 どれも捨てたいですが、マジックタッチの MV がめちゃくちゃかっこよく、王子系とのギャップにいつもやられてしまいます、といった声が寄せられました。まる第1位、月読み。第1位は、月読み。得票数は1192票と、全体の45.9%の票を獲得して見事1位を獲得しました。 月読みは2022年に発売された11枚目のシングル。平野さん主演ドラマ、黒詐欺の主題歌として書き下ろされました。曲のコンセプトは嘘。人のぬくもりや愛情を求めていながらも拒絶してしまう心の葛藤を描き、ドラマ本編とリンクするミステリアスな雰囲気に仕上がっています。 MV は時空の歪んだ世界を舞台にメンバーそれぞれが妖やな表情を見せつつハイクオリティなダンスを披露しています。YouTube の MV 視聴回数は1.1億回を突破。公開から約6ヶ月が経過した今でも多くのファンを魅了しています。コメント欄ではドラマクロサギでの仕く君の演技に引き込まれ、 あの憂いとか墓の差が曲にぴったりです。5人のダンスが素晴らしく、楽曲も大好きです。月読みは別格に素晴らしい。イントロがかっこいいです。この曲でキンプリを知り、ダンスの上手さに驚きました、などといった声が寄せられました。ネトラボ調査隊。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。 圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャネル登録